メンソーレどうもはじめです。沖縄に来ました。嘘です。本日はですねこちら A&W 沖縄で有名なハンバーガーチェーン店になるのかな。実はアメリカにもあるんです。まあ、沖縄の人はね、もしかしたら、A&W って沖縄のものなんじゃないのって思ってる人がいるかもしれませんが、まあ、アメリカです。はい。で、実はまあカリフォルニア、僕の住んでる地域には全くありません。沖縄にはあって、調べたらね、30個ぐらい店舗があるのかな。うちの近くには全くなくて、まあ、ぶっちゃけ食べたことがない。そして沖縄のものも食べたことがない。なので、食べ比べっていうのはできないですけど、でも沖縄でね、大人気のハンバーガーチェーン店っていうぐらいだから、結構美味しいんじゃないかなって思ってるわけですよ。というわけで本日はね、こちら A&W のお店で食べていきたいと思います。ルートビアあんま好きじゃないんだけどね。というわけで、コンボを頼みました。何が有名か分かんなかったんで、ナンバーワン、パパバーガーっていう、これがシグネチャーバーガーなのか、一応ね、ナンバーワンのやつって、シグネチャーじゃないですか。ビッグマックとか、ああいうのだと思うんですよね。一応ダブルチーズバーガーになってて、パパバーガー。どういうのかな？うん。とりあえず、こちら、ルートビアですね。A&W と言ったらルートビア。メイドフレッシュインストアって書いてんだけど、ここって作ってるわけじゃないよね。いただきます、ルートビア。でも、ちょっと美味しいかも。ここも違うかも。なんかいつも飲むルートビアと違う味がするのは気のせいなのかな。どうなんだろう。美味しい。来ました、パパバーガー。いいね、こうやって雑にねケチャップが入れられてるからたまんないね。熱ポテト、熱々だ。美味しそう。でかいな。さすがアメリカのバーガーですね。でアメリカ人がこういうところで食べるとき、こうするか、やるとそこに置くか。じゃあポテトから。ちょっとマックのポテトに似てるかな、揚げ具合とかこの食感とか。あでもちょっとね、粉振って揚げてる感じ、油吸っちゃってる感じ、好きな感じ。これケチャップあるじゃないですか、ここに乗せがち。つけてくる。で、沖縄ではこの A&W って、エンダーって言うんでしょ？調べたら、A&W。英語で発音すると、A-N-W。エンダーってなったらしい。パパバーガー、食べてみますか？なかなかビッグですね。いただきます。おー、うまいな。うまいな、結構好き。なんかヘビー級というかは、ちょっと野菜がシャキシャキしてるフレッシュバーガー系。まあ肉自体もね、結構脂があるんですけど、この上の野菜たちがめっちゃフレッシュ。玉ねぎとかも、なんか、すげえぶっといから辛いのかなと思ったけど、全然そんなことないし、上のトマト、レタス。ビッグマックソースみたいな上についてる。これも最高にうまいよ。うん。これ好きなやつ。めっちゃうまい。この A&W って、タイトルにもあると思うんですけど、日本で初めてのファストフードチェーン店らしいです。マックよりも早く日本に入ってきてるんだよ。アメリカだとマックの方がもちろん早く作られてるんですけど、日本で初めてチェーン店となったのがここエンダー。1963年かな、開始したのが。で、マックが70年くらい。そんな感じで初めて日本に入ってきたと。で、アメリカで初めてフランチャイズの仕組みを作ったのがこの A&W らしい。マックは多分自社でどんどん店舗を拡大してたけど、A&W はフランチャイズという形でどんどんこう店舗を増やしていったんだと思うんですよね。で、その流れで沖縄にできて、で、沖縄に定着して、で、どんどん店舗が増えていったみたいな、そんな感じだと思います。
で、日本の A&W は沖縄にしかないんですけど、その基地、米軍基地の中にも入ってるらしくて、そこはその沖縄じゃない場所の米軍基地の中に店があるらしいです。でもうまいな。ちょっと沖縄の A&W 行ってみたいな。多分味は違うんでしょうけど。おかわりしてこよう。おかわりできんのかな。リフィールしてきました。フレッシュだね。フレッシュか知んないけど、なんか、まあ、店員さんにこのルートビアメイドフレッシュインスコアって書いてるから、え、これ作ってるのって言ったら、まあ作ってるというか、その原料と大量の水と大量の砂糖をぐわーっとここで混ぜて、まあその汁っていうのもあれかな、原液を作ってるらしい。であとソーダと混ぜてこう出してるっぽい。それをフレッシュと呼んでいいのかちょっと分かんないけど、でもね、この薬草っぽい味が最高ですね。皆さんルートビアとか飲んだことある人いるのかな。まあ、沖縄の人はエンダに来てるんで分かると思いますけど、あんまり東京の方では飲まない。飲むことある？売ってんのかな。なんかドクターペッパーよりももっと癖が強い、なんか薬草感というか薬っぽい感じがするっていう味かな。うん、ぜひ、まあ売ってるとこたくさんあると思うんで、ぜひ試してみてください。僕は嫌いでした。ちなみに今回頼んだのがナンバーワンパパバーガーコンボ、タックス込みで 12.49、 結構するね。まあこういう時代ですよね。ハンバーガーセットで、まあ、日本円にしたら1,500-1,600円するのかな。行かれてるよね。うん、私今北上しておりまして、ザイオン国立公園っていうところに行ってキャンプする予定なんです。いいですか。本日、8月19日、明日ハリケーン来ます。確実にキャンプ場雨です。終わった。で、今もめっちゃ天気悪いからね、外。もう普段この辺ってもう雨降らなくて、めっちゃもう青空で、あっちやべえっていう感じなんですけど、なんかすげえ湿気っぽくて、もう今にも雨降りそうな、そんな雰囲気の感じです。で、ハリケーン来ることも分かってるんで、まあ、道がめちゃめちゃ空いてるんですよ。もう家で、もうゆっくりしようみたいな、そんな感じ。で、私が今回行くね、ザイオンってのは、ちょっとその台風じゃねえや、ハリケーンのルートからはそれるんですけど、やっぱり、雨とか、まあ、確率になんか降るっぽいんで、なんか雨の中キャンプをして、第4ってね、川が流れてるというか、ちょっと川で遊べたりするんですよ。それが楽しみだなと思って行ったんですけど、もう全然。とりあえず、雨の中キャンプしに行くみたいな。もう予約しちゃったんで、もうしょうがないでしょうねっていう感じの、愚痴になります。はい。最後いただきます。うん、あ、スティーブンが好きなやつ、チーズペーパー。ごちそうさまでした。メンソーレ、カリフォルニア、リビングライフ。さあ、というわけでですね、本日は沖縄にやってきました。アメリカの A&W で、ね、ハンバーガー食べてみました。ちょっと沖縄と食べ比べっていうのはできないというか、行ったことないんで分かんないんですけど、アメリカのは結構美味しいです。結構上位に入るぐらいうまいです。この A&W の今日調べてたら面白い記事があって、80年代かな、1980年代ぐらいに、まあ、マックで有名なのがクォーターパウンドバーガー、4分の1パウンドバーガーっていうのがあるんですよ。で、そういう人気商品があって、それにあやかって A&W がサードパウンドバーガーって出した、3分の1パウンドバーガーっていうのを出して、で、マックにその被せるために同じ値段で出したらしいです。そしたら全然売れなくて、値段が一緒でマックよりも肉の量は多いはずなのに、なんで売れないんだって市場調査したら、アメリカ人その4分の1より3分の1の方が小さいと思ったらしくて、なんで肉は
少ないのに値段が同じなんだ、じゃあマック買うわみたいな感じで、大敗したらしくてっていうなんか、まあ、アメリカっぽいストーリーで、それ有名な話らしいんですよ。その3分の1パンドバン負けたっつって、で2年前かな、この A&W が新しいハンバーガーを発表しますと、それが3分の1じゃなくて9分の3パウンドバーガー、量は一緒だけど9分の3だから、その4分の1より多くいいのは分かるでしょねっていう、まあそういう、まあ、マーケティングであのハンバーガーを出したらしいです。とてもアメリカらしいなと思いました。はい、というわけで本日は A&W 食べてみました。ぜひね、沖縄そしてアメリカに来ても食べてみてください。ルートビアがマジで最高です、うん、味が全然違う気がする。はい、というわけで、ね、本日は以上になります。この動画良かったら美味しそうだね、 A&W が好き、メンソーレって人はね、メンソーレボタンをよろしくお願いします。マックが好きって人もね、グッドボタン押しちゃおう、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. 天気がめちゃめちゃ悪いです。ハリケーンが来ております。この中、キャンプへ向かいたいと思います。